主党総裁安倍晋三君、はい、野総理お疲れ様でございます。汗目への出張、そしてそれに続く本会議、予算委員会、今日の党首討論、また週末には東アジアサミットへの出張が予定されているというふうに伺っております。総理の職はまさに激務であります。国益をかけた外交交渉、そして国民へ対しての説明責任を果たすために国会での質疑応答、本当に過酷な仕事であります。私も経験をいたしましたから、できれば総理にねぎらいの言葉をかけたいと思います。たまには総理のチャーミングな笑顔を見たいというふうに思います。しかし私が総裁に就任してこの1ヶ月半、総理に厳しい言葉を投げかけてきました。約束を果たすべきだと。なぜ私たちがそう言い続けてきたか。それは政治の本質、国民の政治への信頼に関わるからであります。先の国会において、当時の谷垣総裁と私たち自由民主党は国民の信を問うべきだ、そう要請しました。なぜかといえば、先の総選挙において野田総理、そして民主党の皆さんはマニフェストに書いてあることを実行するために消費税を上げる必要はない、そう約束をされた。そして政権を取ったんです。その約束をたがえて主要な政策を180度変えるんですから、国民に対して改めて信を問うのは当然のことであります。私たち自由民主党は3年前の総選挙において、将来伸びていく社会保障費に対応するためには消費税を上げていかざるを得ない、正直にそう説明をしてまいりました。その私たちが約束をたがえた民主党と三党合意を成立をさせ、法律を成立させる以上、改めて国民の信を問わなければならない。そしてそれが国民の信頼をつなぎ止める唯一の道である、そう考えたんです。党利党略ではないんです。だからこそ野田総理に、国民に信を問うてください、そうお願いをした。そして野田総理は確かに約束をされました。法律が成立をした暁には、国民に近いうちに国民に信を問うと。私たちは約束を果たし、法律は成立をいたしました。あの約束の日は8月8日、夏の暑い日でした。夏は去り、そして秋が来て、秋も去りました。もういよいよクリスマスセールが始まろうとしています。いわば約束の期限は大幅に過ぎている。しかし一度解散を口にした総理大臣は内閣は力を失います。経済を再建させていく力も、外交政策を進めていく力も失います。なぜかといえば、相手国から交渉相手としては認められないんです。野田さん、もうこの混乱状態に終止符を打つべきです。一日も早く国民に信を問うて、国民の信を得た強力な新しい政権が経済を立て直し、そして外交を立て直していくべきであります。勇気を持って決断をしていただきたい。改めてそのことについて総理の決意をお伺いしたいと思います。内閣総理大臣野田佳彦君、はい。ただいま安倍総裁から私の見解を求められました。昨年の秋に内閣総理大臣に就任をしました。その時に私は思ったことは、任期満了まで徹底して仕事をしなければいけないと思ったんです。なぜならば、
皆さんの作ってきた負の遺産があんまり大きすぎて3年間では解消しきれないと思っておりました。お政治家にデフレはずっと皆さんの政権の時代から続いています。私どもの政権になってから GDP のギャップも縮んできている。これもやり遂げていきたい。借金の山という負の遺産もいっぱいありました。財政規律を守る国としての立て直しをしなければいけない。原子力の推進をしてきた長い間の政権がありました。でも大きくエネルギー政策を変えなければいけない。そういうことを最後までやり遂げるためには一定の時間が必要だと思っておりました。しかし今安倍総裁からもご指摘があった通り、8月の8日当時の谷垣総裁と党首会談を行いました。その党首会談は私が政治生命をかけるといった社会保障と税の一体改革がデッドロックに陥ったからであります。政治生命をかけるという意味は先般の予算委員会で石破幹事長のご質問にお答えさせていただきましたが、もし果たせなかったならば解散をするんでもない、総辞職をするんでもない、私は議員バッジを外すという覚悟で党首会談で谷垣総裁とお会いをさせていただきました。したがってそうした政治生命をかけた会談で谷垣総裁を騙そうなどという気持ちは全くありません。近いうちに国民の皆様の信を問うと言ったことには嘘はありませんでした。先輩方から内閣総理大臣は公邸不愛と解散は嘘をついてもいいということを自民党政権時代には言ってた人もいるというお話もありましたが、嘘をつくつもりは私はありませんでした。私は小学校の時に家に通知表を持って帰った時にとても成績が下がっていたんで親父に怒られると思いました。でも親父はなぜか頭を撫でてくれたんです。5や4や3そんなの気にしなくて、生活態度を変えた公表のところに野田君は正直の上にバカがつくと書いてありました。それを見て親父は喜んでくれました。安倍総裁の教育論は傾聴に値するものがたくさんあります。歴史観、国家観から私の教育論はそこから始まるんです。偏差値や100点や5段階やじゃなくて、数字に表せない大切なものがあるんだということを親父は教えてくれました。だからもともと嘘をつくつもりはありません。近いうちに解散をするということにぜひ先般の10月19日党首会談をやった時にもお話をしました。信じてくださいと。残念ながらトラストミーという言葉が軽くなってしまったのか信じていただいておりません。定性的にギリギリの表現をいたしました。でもこの近いうちにという言葉の解釈をめぐって太陽作戦やら北風作戦やら、今のこの党首討論の冒頭もここからのお尋ねです。この問題を解決しないと私は政治は前進しないと思っております。近いうちにこの討論の中で明らかにしたいと思います。そのためにはどうしてもとりわけ超えなければいけない環境整備として申し上げた特例公債法案、そして一票の格差と定数是正、このことについて早期に成立をさせる安倍総裁の確約をいただきたいんです。特例公債については三党合意ができました。党首会談で私がご提案を申し上げたことを踏まえて三党のご協力をいただいて特例公債は予算とセットで対応できるようになりました。これは前進だと思います。ぜひこれは今日この後も衆議院のご審議ございますけれども、参議院においても責任を持って早期に今週中に成立できるようにご尽力をいただければと思います。もう一つは一票の格差と定数是正の問題です。一票の格差の問題は
これは違憲状態です。最優先で解決しなければなりません。一方で定数削減は2014年に消費税を引き上げる前にまず我々が身を切る覚悟で具体的に定数削減を実現しなければいけないと思っております。我々は45削減をする、ゼロ増5減を含めて45減の法案を今日提出をいたしました。ぜひ御党におかれてももともとマニフェストで国会議員の1割削減と訴えてたはずじゃありませんか。衆議院議員は480です。1割削減だったら48、細田氏案だって30削減言ってきた。何としても1票の格差と定数削減、これも今国会中に実現をする。それをぜひお約束をしていただければ今日近い将来を具体的に提示をさせていただきたいと思います。安倍晋三君。今、総理は随分長々とお答えになりましたが、私の質問には全く答えていません。大変残念ですね。私の聞いていないことについて言及されましたが、一言申し上げます。自民党政権時代の負の遺産、そうおっしゃった。しかし例えば鳩山政権の時の予算規模は95兆円でした。自民党政権時代は80兆円台ですよ。私の時には81兆円です。リーマンショックの後の特別な対応、いわばそういう状況の予算と比べているのではありません。東日本大震災の後の特別な予算と比べているのではない。いわば平時の予算、例えば私の時と鳩山さんの時比べましょう。私の時は81兆円でした。そして名目 GDP はいくらだったか、513兆円ですよ。そして鳩山政権は40兆円しか税収がないのに95兆円組んで、名目 GDP は480兆円じゃありませんか。30兆円も圧縮してるんですよ。私が聞いていないことに野田さんがそう答えたから私がさらに答えているわけであります。そして今トラストミーという言葉が軽くなったとおっしゃった。確かにそうですね。トラストミー、軽くなったのはトラストミーだけではありません。マニフェストという言葉も軽くなった。近いうちにという言葉も軽くなった。私たちは特例公債について賛成をする、そういう決断をして、すでに御党も承知のはずであります。審議を当然今進めております。私たちはそもそもですね、予算委員会を開いていないのに本会議に応じたではありませんか。そうでしょ。そして今この財金で審議を進めていきますよ。そして国民会議については、そもそも私たちの提案でありますが、メンバーは直ちに決めても構いませんよ。そして定数是正の問題、そもそもこの党首討論において、野田総理、総理は憲法違反と言われている定数是正を先行させる、そう約束したじゃないですか。それをまた違えるんですか。確かに私たちも定数削減を必要としています。必要だと思いますよ。定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵ですよ。なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、例えば議長が斡旋をして作ってくる、ずっとこうやってきたではないですか。これが直ちに前に進まないから、まずはゼロ増5減、定数是正、そして憲法違反の状況を解消する、直ちに皆さんがこれに賛成すれば、もう明日にもこれは成立をしますよ。決断してください。吉岡君。私は安倍総裁にお尋ねしたのは特例公債と、これは今週中に決着つけましょうという話をしました。それが一つで、これは前向きにお答えをいただいたものと受け止めさせていただきます。それから一票の格差と定数是正の問題は、もともと民主党は
一票の格差先行で話をしていました。確認をしたいと思います。与野党協議を通じて定数削減や選挙制度とセットとしようとしたのは御党を含めて他の野党の皆さんです。事実関係から申し上げたいと思います。それを踏まえていて2月の党首討論において谷垣総裁から一票の格差が最優先というお話がありましたので、それは憲法の問題に関わりますから最優先という認識は一致をいたしました。これは順路を追ってのご説明でございます。その上でもう過去の話ではありません。定数削減はやらなければいけないんです。消費税を引き上げる前にお互いに国民の皆様に約束したことをこの国会で結論を出そうじゃありませんか。ぜひこれは法案を提出をいたしましたから、御党におかれてもご決断をいただきますように強く期待をいたします。その一方でですよ、どうしても、聞いてください、どうしても定数削減で賛同していただけない、あってはならないことだと思いますが、そういうことがあった場合に最悪のケースですよ、ここで国民の皆さんの前に約束をしてほしいんです。定数削減は来年の通常国会で必ずやり遂げる。それまでの間は議員歳費を削減をする。国民の皆様に消費税を引き上げるというご負担をお願いをしている以上、定数削減をする道筋を作らなければなりません。我々は自分たちの出している法案にご賛同いただきたい。諦めずにそれは粘り強く主張してまいります。でもここで何も結果が出ないというわけにはいかないと思ってるんです。そのためにもぜひ協議をしていただき、これについても、これはお尻を決めなかったら決まりません。このご決断をいただくならば、私は今週末の16日に解散をしてもいいと思っております。ぜひ国民の前に約束してください。安倍晋三君。民主党というのはですね、改めて、思いつきのポピュリスト政党だな、本当にそのように、思いました。そもそもですね、定数の削減、選挙制度、そしてそれの前に憲法違反の状況を変えるための定数の是正、これをしっかりと行っていくべきだ、この協議を進めていくべきだ、我が党の方からちゃんと話をしているんですよ。それなのにそれを全然進めてこなかったのは、解散をひたすら恐れそれを行ってこなかったのは皆さんの方じゃありませんか。そのことはですね、まずはっきりと申し上げておきたいと思いますよ。そしていよいよ、いよいよですね、民主党の党内が大混乱して、解散に追い詰められる中において、今そうおっしゃってきた。私たちは、まずはゼロ増5減、これは当然やるべきだと思いますよ。そして来年の通常国会において、私たちはすでに私たちの選挙公約においてですね、定数の削減と選挙制度の改正を行っていく、こう約束をしています。今この場でそのことをしっかりとやっていく約束しますよ。内閣総理大臣の野田佳彦君。定数削減をするという約束、私はこの国会がベストだと思っています。だからこれからも主張をし協議をさせていただきます。でも最悪の場合の、今おっしゃったんですけども、最悪の場合でも必ず次の国会で定数削減をする。それはゼロ増5減のレベルじゃありませんよ。5減じゃありません。お互いに数十単位と言ってきてるわけですから、そこで成案を得るということを必ずやる。嘘はつかない。共に責任を持つ。そしてそのまでの間は、例えば議員歳費の2割削減等々、国民の皆様の前に身を切る覚悟をちゃんと示しながらご負担をお願いをする。制度ができるまでそれを担保する。そこをぜひお約束をしてほしいと申し上げているんです。
晋三君。野田総理、もう年末にですね、解散総選挙を行って、そして国民の信を得た新しい政権がしっかりと予算を編成をして、そして思い切った補正予算を組んで経済を立て直していく必要があるんですよ。そしてその上に立って総理がその前提条件を作るべきだと言ったから、私たちは特例公債について賛成をするという大きな判断をしましたよ。最初から私たちは一口にはしていない。そして国民会議についてもですね、本来であればですよ、国民の信を得た新しい政権が作っていくべきだと私は思います。ただ野田総理からそういう提案があったから、それは行ってもいい、そうお約束をしました。静粛にお願いします。そして定数の是正についてはですね、定数の是正については我々が0増5減という案を出していた。野田総理、定数の削減あるいは選挙制度の改正、今私と野田さんだけで決めていいんですか？そんなはずはないんですよ。私たちは自民党時代にもたくさんの政党がいる。野田総理、たくさんの政党がいるんですよ。小選挙区だけであれば、今の状況でいけばですね、我が党の現職の議員は多くがおそらく状況では勝ち上がるんですよ。しかし少数政党にとって極めて不利になる比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であるから、もっとちゃんと議論しようと言っているんです。この議論をすり替えているのは、私は残念ながらまさに野田総理としか言えないと思いますよ。私はこんなことを言いたくありませんが、逃げてはいけない、あるいは嘘をつくな、これは野田総理、今野田総理はそんなことを言う資格は残念ながらないんですよ。今野田総理がやるべきことは、もうこの混乱をやめ、終止符を打って、そして新しい政治を始めていきましょうよ。その決断を私は野田総理に求めているんです。野田佳彦君、静粛にお願いします。明快なお答えをいただいておりません。この政治改革の議論はもう与野党協議で相当やってまいりました。あとは我々与党と野党第一党は決断をして、特に我々の提案は中小政党に配慮した比例の削減であります。民主党にとってプラスの提案ではありません。そのことを踏まえて各党のご理解を得るべく努力をしながら早く結論を出す。ぜひこれ協力してやりましょうよ。そしてそのことをもって私はいずれにしてもその結論を得るため、後ろにもう区切りをつけて結論を出そう。16日に解散をします。やりましょう。だから安倍晋三君、じゃあ今総理、16日に選挙をする、そう約束ですね、約束ですね、よろしいんですね、よろしいんですね。そして一言言わせていただければ、先ほど皆さんが出されている選挙制度、連用制ですね。連用制というのは極めて分かりにくい制度なんですよ、皆さん。じゃあ国民の多くの皆さんは、この場面を見ている多くの皆さんは理解できますか？憲法との関係においても実は疑義があるんですよ。それをここで言っている、もうまさにですね、私は総理、あなたの今の答弁はですね、不誠実だと思いますよ。今まで私たちが求めていた答弁には全く答えずに、そして急にですね、まるで民主党と自民党がこの民主主義の土俵を全て決めていい、傲慢な態度ですよ。共産党だって社民党だって、この党首討論には出れない政党がたくさんいるじゃありませんか。所定の時間が過ぎております。そのことを全く無視して総裁、よろしく。総理は述べている。まあしかし16日に、皆さん16日に解散をしていただければ、そこで皆さん、国民の皆さんに委ねようではありませんか。どちら
らが政権を担うにふさわしいか、どちらがデフレを脱却をし、そして経済を力強く成長させていくにふさわしいか、そのことを判断してもらおうではありませんか。そしてこの外交敗北に終止符を打って、どちらの政党が美しい海と日本の国土領海国民を守ることができるかどうか、それを決めていただこうではありませんか。選挙戦で相まみえることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。与田総理、ごく短くお願いします。技術論ばっかりですね。覚悟のない自民党に政権は戻さない、その覚悟で我々も頑張ります。これにて安倍君の